あとはね、火を止めて絡めれば完成です。綺麗な色でしょ、ほら。うん、めちゃくちゃ簡単ですしね。はい、こんにちは、サムチャンネルです。今日もですね、料理の方を作っていこうと思います。はい、今日はですね、まあ、スーパーに行きましたら、ちっちゃい小ぶりのね、これぐらいのサイズ、ちっちゃいやつですね、じゃがいもがありましたので、ちょっとゲットしてですね、今日はじゃがいもの、煮っころがし、うん、昔懐かしい煮っころがしですかね。はい、それを今日はですね、超簡単に作りますので、参考にしていただければ嬉しく思います。はい、それでは早速始めたいと思います。はい、はい、使う材料はですね、この小ぶりのこのじゃがいも皮ごと煮っころがしにします。はい、で、まあこれはちょっと事前にね、もう洗っちゃいました。はい、で、もしね、こういうとこに目とかね、ついてるんでしたら、必ず目の方はね、取っていただいてですね、腹痛の原因になったりするので、目だけはね、ちょっと気をつけて取ってください。はい、そして材料ですね、もう簡単ですよ。今日はお砂糖ね、ちょっと 30g入れてですね、お水は 800cc で、こちらはね、最後のアクセントにですね、無塩バターを入れようと思います。で、まあ出ました出ました、またまたサムチャンネルのこちら返しですね。今日はね、これだけで煮っころがしを作ります。はい、それではね、早速作っていきます。はい、そしたら今日はフライパンで作ります。まずですね、はじめにね、先ほども綺麗に洗ったこちらのじゃがいも、ちゃんと芽も取ったやつですね。はい、これをまず入れます。で、極力全部しっかりね、浸かる程度っていうか、うん、入る2段にあんまりならないような感じでしてください。そして今日お水は 800cc入れます。まあこれぐらいですね。あんまりこうビタビタにつけるイメージではなく、ちょっとぽっこりじゃがいもがね、出てる感じがいいかなと思います。まあそしてひとまずちょっと強火でね、していきます。そして返し、今日はね、150cc 入れますよ。はい、でですね、お砂糖も、入れちゃいます。そしてひとまずちょっと沸かしていきます。はい、このようにね、沸き上がりましたので、ここで火をね、中火にします。中火、そしてまあ落とし蓋、もしくはまあちょっと落とし蓋ないんでね、ちょっと代用で、こちらを使わせてもらいます。はい、ではこの状態でだいたい約15分ぐらいですね、じゃがいもの火が通るまで、だいたいまあ10分から15分、ちょっと小ぶりなんでね、大きいのもちょっとあるんで、まあ15分ぐらいちょっとしようと思います。はい、はい、今15分経ちました。で、こんな感じですね、今こんな感じで、火がしっかり通ってるか竹串でね、このように刺してみて、あ、もうスーッと入りますね。十分いい感じで火は通ってます。で、もし弱いようだったら、もうちょっとね、また落とし蓋して煮詰めてください。で、ここからあとはさらに煮詰めます。強火、全開の強火にして、こんな感じでね、揺すりながら、この液体もしっかりなくなってきますので、とろみも出て、はい、それをちょっと待ちます。だいぶとろみがね、ついてきましたね。もっともっとしますよ。
あ、いい感じでね、なってきました。しっかりこのように返しながら、まあ、煮転がしっていうぐらいですからね、しっかり返してどんどん色をつけていきます。出てきたところでバター、無塩バターです。無塩バター投入。美味しそう。ツヤがしっかり出てきましたよ。はい、うん、いい感じですね。あとはね、火を止めてこのように絡めれば完成です。綺麗な色でしょ、ほら、うん、めちゃくちゃ簡単ですしね。25分ぐらいですね、だいたい出来上がりまで。感じでございます。はい、今日はですね、ご家庭でも簡単にできるじゃがいもの煮っころがしを作ってみました。はい、まあ、返しでね、簡単に作る今日のやり方なんですけど、まあ、ポイントとしましては、火加減ですね。最後の火加減だけは焦がさないように気をつけてしていただければなと思います。はい、昔懐かしい味をですね、ご家庭の食卓にもぜひ飾ってみてください。はい、それでは今日の動画が良ければグッドボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お楽しみに。